次、ここでですね、今週の配信メンバーで争う野行日選手権をやりたいと思います。今週の競技は30秒ぴったりライブ PR です。その名の通りですね、30秒ぴったりを目指して今週末のライブの PR をします。でですね、週の中で一番30秒に近かった人にご褒美として素敵なスイーツがプレゼントされるということで、がぜんやる気が出てきますね。でも今週はね、今週はね、木金がもうそのライブのあれだから、月曜日今日順で、火曜日がミオナで、水曜日があやねちゃんなんだって。あ、あやねちゃん初選抜おめでとう。そうだから3人で競い合うらしいです。ということは1位になる確率が高いということです。ストップウォッチのボタンを押すのね。これじゃあなんでスタートって押してたんだろう。リセット、リセット。木金ないの。そうなの、純たちもライブなの。よし、いくよ、よーいスタート。はい、ということですね、今週末にもういよいよ迫ったライブなんですけれども、今回はね、初の2会場同時開催ということでですね、リハーサルもなんだか皆さんバタバタしていてですね、なんかメンバースタッフさんともどもすごい大変なんですけれども、今までやったことのないような、こんなこともできるんだっていうね、ライブを皆さんにお届けしようと思うので、たくさんたくさん期待していてください。熱中症には気をつけましょう。イエイ。なるほどね、41秒、結構喋ったね。そっかそっか、あ、おせえって冷たいんだからみんな。ちょっとそっか、もっと長かった。僕の中では完全に30秒でした。41秒。週の中で一番30秒に近かった人にご褒美として素敵なスイーツがプレゼントされます。やったー。はい、ということで昨日の純奈は41秒で、明日はあやねちんがいるので、今週は3人しかいなくてラッキーラッキーなんですけど、ちょっとここは30秒。そっか、でも喋りながらやらなあかんのか、難しいな。頑張ります。では 30秒ですよね。え、緊張する。いきますよ。あ、見ていいんですか。あ、見ちゃダメか。そっか、見ちゃダメか。いきます。よーい、スタート。はい、神宮と秩父の宮のライブ、とても緊張もしていますし、初の試みもあるんですけれども、メンバーみんなで、息を合わせて頑張りたいなと思っています。皆さん声を出して楽しんでください。よろしくお願いします。大好きよ。はい、19秒。あ、でも、あ、同じですか、純奈と。これはこれはあやねちんが41か19。でもどうなるんだろう。なんかもう全員食べれるよみたいになんないかな。まあいいや、19秒でした。残念。週の中で一番30秒に近かった人にご褒美として素敵なスイーツがプレゼントされます。スイーツ、うわ。ちなみに今週はこんな感じだそうです。月曜日の純奈ちゃんが41秒、
火曜日のみおちゃんが19秒で、2人多分差が一緒なんですよね。差が一緒だからここで私が、いやだってこれで私が負けてしまったら2人に取られちゃうってことですもんね、そのご褒美スイーツ。え、やだー。まあでも優しいから分けてくれそうな気もしちゃうけどな。いやでも2人に取られちゃうよりは独り占めしちゃいたい、そんな気がする。よし、やってみよう。30秒ぴったりで、ストップウォッチ久しぶりだ。スタート、ストップ、リセット。よし、30秒ぴったり。ライブの PR、 それで近かったらライブの PR。 ちょっと待ってくださいね、ライブの PR。 よし、スタート、ストップ、リセット。よし、行くぞ、よーい、スタート。今回のバースデーライブは3日間行われます。シンクロニシティライブということで、神宮球場と秩父の宮ラグビー場2つの会場がシンクロするっていう演出になっているんですけれど、まあどんな感じでメンバーが分かれているのかとか、そうだな、どうやって移動しているのかなとか、そういうことを楽しみにしていただけたらなって。どっちにもメンバー、いろんなメンバーが来るので楽しみにしててください。よし、ででん、来た。35秒、うわ、え、35秒、一番近いや、35、やっと35秒。よし、35秒、すごい。前にあれなんですよね、なんか乃木坂工事中で日村さんとマーヤさんだったかなと、なんか何秒だったかっていうのをカウントする対決で負けたんですよね。それから結構1秒こうしっかり秒数を刻めるように、まあそんなに意識はしてないけれど、あれなんですよ、1分間に60拍の曲とかよく聞くようになりました。それから、35秒、やったー、35秒、イエーイイエイエイ、素敵なスイーツいただいちゃいました。ちょっと開けてみよう。開かなかった、ここ。あ、ちょっと私不器用なんだな。よいしょ、よいしょ、あ、いた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 、すごい美味しそうなマカロン、きゃー、嬉しい止まっちゃった、嬉しい。後で美味しくいただきます。最近紅茶にハマってるんですよ。お友達からオーストラリアのお土産で紅茶をいただいてから毎日紅茶飲んでるので、その紅茶と一緒にいただきたいと思います。ブログに写真アップします